久保さん。今回雑草騙しにしましょうか。雑草。僕ね、あの、マインドセットの中でね、いろいろな考え方があるんですけど、雑草っていうな。俺は雑草だっていう。踏まれても踏まれても、あの、吐 <laughs> いてくるみたいなね。うん、指、指刺さ,されても笑われても吐えるぞみたいな。髪の毛は抜けてるんですけどね。髪の毛はいかんせん抜けるんですけど、まあ、あの、動画は、あの、いっぱいアップロードできますね。 ね、僕も覚えてますね。あの、これ、多分ね、僕一生忘れないですもん。あの、六本木の、あのー、六本木が見えるところで焼肉かな焼肉食べてて、で、最後、まあ、僕が挨拶した後に、なんか吉谷 YouTube やってるらしいけど、まあ、再生数少ないけど、なんか、質問ある方いたら、まあ、再生数少ないけど、あの、ぴったり <laughs> の言われましたからね。 まあ、事実なんで仕方ないんですけどね。事実なんで全然仕方ないですし、あのー、再生数あれば、あね、誰もが見ても、あ、すごいなってなるだろうし、うん、チャンネル登録があれば誰でもすごいなって思うだろうし、うん、それは事実なんで仕方がないです。ただ、僕はじゃあ本数でいこうっていうね。本数も誰が見てもわかるんで。本数100万本やったらね、これどうやねんと。 いや、確かに、確かに1再生少ないよと。<laughs> だけど、100万本アップした男ってな、なかなか誰も真似できないじゃないですか。だから、あの、多くの人は、まあ、YouTube やられてる方は、あの、再生数を伸ばそうとしてるじゃないですか。で、ぶっちゃけ100万本いろんなキーワード、だから僕ね、YouTube にその100万個のキーワードをアップロードするみたいな感じなんですよ。も,もう全部テストなんですよね。 だから、100万個のキーワード扱ったらやばないですか、久保さん。100万個のキーワードですよ。だから、だから1歳、だいいや1ヶ月に1再生でもね、100万もあるんですよ。久保さん。<laughs> 100万本あると、1ヶ月に1回転でも100万再生ですね。かこのね、かあのー、あの雑草思考ですね。<laughs> 雑草をめちゃめちゃ生やすっていう。もうあの、取り切れないっていう。あのね、あの、こう、取っても取っても生えてきて、もう取り切れないみたいなね。そう。だからなんかあの、怪ジの、怪ジのその沼パチンコの沼のシーンがあるんですけど、最後、そのね、あの、第3クルーン突破して、第3クルーン突破するときに、なんかパチンコがはま、なんかはまって、なんかもう、なんだ、落ちないんですよ。 だから、死なない玉、みたいな <laughs>。怪事がいっぱい出てくるんですよね。ブワー、みたいな。この玉は死なない、みたいな <laughs>。そう、だから僕、僕はもう、あの、1再生でも100万個作ったら、こう、いけんじゃないかな。あと、ね、あの、なんだ、1億人から1円もらうっていうマインドセットもあるんで、1億稼ぐ上で、1年間、たった1人から、1年間で、たった1人から1円もらう。それ1億人いたら1億なんで。 1>, 1円でいいんですよ。でも1億人あればいい、にリーチできればいいっていう。まあそういう考え方もあるし。だから、これが一番ね僕、僕からするとめっちゃ簡単かなと思うんですよ。めっちゃかん、もう考えることすごくシンプルだし、簡単だし、簡単なんだけど誰もやらないから、だからね、勝てるし、だから雑草の戦略っすね。誰も真似できない雑草の戦略っすね。 だから雑草は刈られるんだけど、その量が多すぎると、相手がひれ伏すっていう。こんな刈れませんみたいな。<laughs> もう勘弁してください、雑草さんみたいな。もう無理だっつってね。ノックアウトですよ。<laughs> いくら刈っても生えてくるんで、ズワーみたいな。そう。だから僕ね、これ強いと思いますけどね。だから、なんか一番の僕が強いなと思うのが、 あり、アリアリの思考もあるんですけど、そのアリが10万匹とか100万匹いたら、多分ね、めっちゃ強いんですよ。ゾウも倒せるんですよ。で、アリってちっちゃいじゃないですか。だから、100万匹いて、ゾウの鼻とかにも入れるし、耳にも入れるし、ね、もうめっちゃちっちゃいとこ入れるんですよ。これ100万匹いたらね。まあ、1匹だったらまあダメですけど、100万匹、例えばね、10万匹がゾウの、 耳の中入ってったら、もうゾウさんもえぐいっすね。で、その中、もう中の中まで入れるわけじゃないですか。これ、アリ、アリ理論なんですけど、その、ライオンも確かに強いけども、アリ100万匹いたら、多分アリの方が強いっすね。小回り効くんで。だって、入れないとこ入れるんで。<laughs> うーん。だからこれ、イメージすればなんとなくわかりますよ、多分。アリ1億匹引いたらどうすかって話で。100万匹足りなかったら。<laughs> これ、ライオンでも勝てますよ。でも、アリってこんなちっちゃいんですよね。<laughs> こんなちっちゃいんですかパワーちっちゃいんだけど、これ数増やしたら、ライオンすら勝てるっていうね。これは僕のあの、戦略でございます。<laughs> アリ戦略ですね。うん。だからまあ、どんなね、やり方やってもいいと思うんですけど、僕はあの、雑草だし、バカだし、アホだし、他の人より、あの、間抜けだし、スペックないし、 なんだまあ、それを認識してるんで。だから、自己否定してるからこそ、あ、自己人、自己否定して、それを受け入れてるって。否定じゃなくて自己、自己を受け入れてるんで、やるしかないよねっていう、これで。<laughs> で、あと、みんな真似できないんで。自己否定というか、自己を受け入れるって感じですかね。自分は、この動画見てるあなたより、うんこ、貸す。あなたの方が、あスペック高い。 すいません。だから僕頑張るんですっていう。もうそれ、すげえシンプルじゃないですか。そう。この動画見てるあなたより僕は劣ってるし、カスだし、社会不適合者だし、あの常識ないし、クソだし、うんこまみれだし、キモいし、ね、もうちょっとハゲかかってるし、だから頑張るんです。これがね、僕はあ、あの、究極のマインドかなと思うんですよね。すいません。 申し訳ないですと。と僕の方がカスですと。とおっしゃる通りです。<laughs> なんか言われたらね。<laughs> おっしゃる通りですと。と <laughs> 勝てませんと。だそれ、それ勝てませんと。とだから僕ができることをやってます。みたいなね。<laughs> だけど僕ができることはあなたはできますかできないんですよね。<laughs> まあやらなくてもいいんですけど。そう。だからまあ、人それぞれいろんな考え方とかね、いろいろありますけど、 うん、やっぱ自分の中の成功法則というかこうこう,こうそれを突き詰めるってことですよね。うん、やっぱ凡人ってって誰もができることを誰もがやらないレベルでっていうところで、うん、やっぱ凡人ってみんなできないですからね <laughs> これも <laughs>、うん。もう本当に あのもう徹底もう本当に徹底的にやり尽くすっていうね、うん、鬼のごとく <laughs>、うん、まあいろいろ言いましたけれども人それぞれの成功法則いろいろ人それぞれの考え方があるわけでこれは僕の考え方なんで、うん、ただまあ何かしらその、うん、気づき発見はあるんじゃないかなとは思いますけどねだって僕 僕ができてるんですよ。キモいお、キモくてカスみたいな男が。これだから僕の熟成さんとか1年で月収100万いったりとかしてますけど、だ僕よりスペック高いですよね。僕15年かかってるし。うん。だから15年かかんないですよ。だって久保さんもね、15年かかってないですもん。3, 3年で1億ぐらい稼いでるし。だからね、僕ってね、マジでス低スペックですよ。15年かかってるんで。<laughs> 久保さん3年ぐらいですよね。 久保さんはね、すごいんですよ。スペック高いですよ。うん。だって久保さんは、あのネットビジネス入る前に網戸でも100万稼いでましたからね。だからスペック高いじゃないですか。僕網戸で100万稼いだことないし、ハワイで石売ったことないし。だから結構ね、久保、マージャン店経営してたし、なんか結構スペック高いんですよ、久保さん。うーん。だからみんなね、僕よりスペック高いんで、やれば、いや、マジで稼げますよ。本当に。稼げないってこところないですよ。 うん、はい。ってことで、いってらっしゃい。